ははい皆さんこんこにちは、えー、今日はですね、えー、京都産が FC の、えー、J リーグ開幕戦予想スターティングメンバーをね予想していきたいなと思います。はい京都産が、ね、昨年13位フィニッシュということでね、えー、昨年とのねあの大きな変更点なんですが、まあ、視力がねほぼほぼ残,残留しているということで、えーまあ、大きな穴といえばあのパトリック選手がね移籍してしまったというのがね一番大きいのかな。はい まあそのほかにもね、えー、期待の、えー、新加入選手が、ね、入ってきてますんでねぜひね、えー、京都もね、えー、期待していきましょうはい監督がね、えー、引き続き、えー、超キ寿喜寿監督ということでね本当にねあのプレッシングがね、えー、リーグ屈指のチームですよね もう切り替えが早いですしショートカウンターも早いですしもうねあのボ,ボールの取り所がねあのかなりねあのいい位置であのボールダッシュして攻撃につなげますんでこれねうまくはまってくればね、えー、リーグ上位もね、えー、十分狙えるチームなのでぜひね、えー、ちょっと注目していきたいなと思っておりますはい早速なんですが予想スターティングメンバー、えー、行きましょう ゴールキーパーですね、ク・ソンユン選手ですね、はい韓国の選手です、はいゴールキーパーで、京都サンガの予想フォーメーションなんですが、4 − 3 3ということで、まずね、フォーバックの左サイドバックからいきたいなと思います、左サイドバックがですね鈴木選手でいきましょう、はいでセンターバックね、2枚なんですが、鈴木選手と えー、ちょっとね名前噛んじゃうかもしれないえアピア・ダウィア・ヒサ選手ですねアピア・タウィア・ひさしはいこの選手でね2、えー、センターバックをあのチョイスしていきたいなと思っています難しい名前だなはいで右サイドバックがねここね大注目の,あの福田選手ですね福田選手いい選手ですからねはいで1列上がりまして、えー、ボランチ3枚ですね えー、この形になってますね上に2枚下に1枚落ち,落ちるような感じで、えー、まずね下のアンカーのポジションからねここね金子選手でいきたいなと思います金子選手はいでここね、えー、京都のね看板選手でもあるもう1枚ね、えー、上1列上がったところなんですが川崎颯太選手と武田選手でいきたいなと思います川崎選手ね本当あのザ京都っていうねプレイヤーですからね 大注目ですね川崎選手はいで3トップなんですが、えー、左サイドですね、えー、左サイド、えー、原選手でいきたいなと思いますここは原選手ではいで右サイドなんですがここもね、えー、大注目の豊川選手でいきたいなとはいでフォワードなんですがねフォワードはね僕ねマルコ・トゥリオ選手でいきたいなと思いますはい新加入ですね はいちょっとね、その他にもあの注目選手をね、えー、上げていきたいなと思うんですが本当、えー、ね、あのー、京都はねあのー、戦術理解度がね高い選手が多いのであのー、ボールの取りどころがね、本当にうまいですよね。うんのね京都がね乗ってきたらねあのかなり、えー、好成績をね残すんじゃないかというね若干ダー,ダークホース的なねチームですよね。 でボランチもですね、八千田選手もいますし、松田天満選手もいますし、うん、本当にね、京都はね、侮れないチームですね、うん、ミサオ選手もいますね、で、宮吉選手もね、えー、京都ということで、いや京都ね、本当ね、あのー、プレッシングがいいチームなんで、 もしかするとね、えー、上,位上位にね君臨するチームですよはい、まあ、ダークホース的なねチームだと思いますんで皆さんもねぜひあの京都のね、えー、戦績をねしっかりチェックしながらね J リーグ楽しんでいきましょうアディオス